おはようございます。おはようございます。そうか、西根とかになったらそんな大御所の先輩って誰がいてはんの？大御所の先輩ですか、うん、あでも大御所そういうだ大御所であれだけ結局ベテランの方、はい、ベテランの方やけどな。はい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 、はい、でもやっぱ一番近いところだったら森脇健児さんが出てくるんじゃないですかね。だから俺は昔、はい、さこの間言ったようにあの、はい、宮川左近賞とか、はい、フラワー賞とかそういう、はい、なんかすごい人っていうか、はい、完全な大御所みたいな人あんまり言われてないかな。亡くなった人も結構いてあるもんな。ないですよ。で、サルカカナタぐらいか。いや国本おる。はい。現役でバリバリ頑張って、あの庄司俊恵師匠なんかは。ああ、俊恵師匠。言うたら、うんうん。そうですね。でも俊恵師匠もあの時ほら、あの入った時やった俊恵レイジでやってあったから、先輩は先輩やけど、師匠とは呼んでるけど、うん、まだそれよりその上の師匠、うん、横山ホットボラガース持ったしやな。あの辺の人らが今そういうのがだいぶみんななくなりだったから、はいはい、まあ確かに昔みたいにあの音曲自体が少ないもんね。あ音曲漫才みんなあのギター持ったり三味線持ったりしてる人多かったやんや、はいはい、今ってそんな人ってあんまりいてないやろ。いてる分かってて僕がピアニカを持ってやる。ああピアニカ持ってやる。音曲芸人音曲芸人音曲芸人やな。分かって唯一すごい伝統芸をね今ギター弾いてるたらもうあれアキラぐらいか。アキオアキラあぐらいですかね。はい、いないです。あんまりまあまあ吉本で完全にもうあのラニーノーズとかあの辺はみんな、はい、またギターめちゃめちゃうまいやの。はい。なんかそれこそ三味線とかもいないですもんね。三味線は俺。今から時にピアニカやった。ピアニカです。いやそれ吹いたら喋られるじゃん。ああ喋れないです。だからあのおでこで弾くっていうのをやってます。ああそうそうそうおでこ沖縄のおでこでこうやって弾いてる。そうですそうです。そういうことか、はい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 、いや昔ねあのサックスの吹き語り芸人の人じゃないか、はい、ミュージシャンで、うん、サックスの吹き語りを吹きながら吹き語り歌うんかなと思ったらチャンスを歌って感想をパラダーってトランペットからサックスを吹くのを知らんから吹きながら歌えるすごい新芸みたいな思ってた失礼な話があって昔横の人いっぱいいてあったで、俺の時だとちょうど門田もあったけど、はい、新世界に新花月でやってん、はい、あの時も新花月で劇場があってん新世界にな小中芸能の劇場があって、そこであのギター漫談する人よういてあったんや、うん、でそれギター漫談やってる人 の必殺技が実は私、はい、こんな日本でこの私しかいてません一人だけですって背中でギターが弾けますって背中でギター弾きやる人がって、うん、次の人も一緒のことやっとんのお前ら二人目やないかもう二人おるやないか。ここでもう二人おるやないか。じゃあ昔はなんかその楽器弾けるのがちょっとこう珍しいっていうのは聞いたことあるのよね。あのピアノ弾けますギターできますよ。昔それからあの人ダブルエンドの平川翔じゃなもう一人中田軍司師匠はもともとほらサックスやってはあの師匠、バンドやってはったからね。そんなんも言ってきてはったけどな、確かギター弾くの自体がそれ自体がすごいって言ってた。そうそう、だからなんか昔はそれで先生と呼ばれ先生というかなちょっと流しみたいな仕事してた人から聞いた話だけど、はい、それだけでもあれからなんかギターの先生ホットブラザーズの人はなんかギター持ってあったけど、うん、あの人のギターは打楽器やったからな叩いてましたもんボディを叩いてはったからただアキラ師匠はクラリネットは普通に吹けんねん。あの師匠はクラリネット吹けんねん。でもクラリネット持ってたあれやからギター持って叩いてあったんやもんねそんなにノコギリ弾けるからな。そうですね。あでも洋の子でしょ。え洋の子洋の子だって日本のトラノコギリやったらもうすぐこんな長いやん歯はこれぐらいしかあれやんなだらされんやん音が違う言うてね違う、すごいこだわった方あれもだからだいぶ年季が入ってもらうしなりが違う、新しかったらあんまりこうしなれへんねん、あれって誰か引き継ぐ人とかいないんすかね。いてあれあの弾く人がいてんねん。叩かんとこう持って、はい、弓でまあ言うたらこのバイオリンの弓みたいなあれやんか、はい、あれでこう弾く人がいてはんねん。それはほんまにミュージシャンにいてはんねん。秋田師匠ともいっぺん、ジョイントというかあれでやったことあんねん、はいはい、その中に入って、はい、みんな弾きはんねんけど秋田師匠は叩いてはってんけどな弾く人はいてはんねん。あそうなんです。意外とそうですね。なんか音ってそう いてそうやけど、でもそういうとこやっぱり許可、はい、取りに行かなあかんのですかね。どういうことだから洋の子でちょっと屋敷こと真似ことみたいやりたいんですという時には
いやそれは別に違う。そうなんですか。逆にいや逆に勝手になんか、はい、俺のもういいかも明日から作り上げたもん。そんなんやったらお前ギター弾く人誰かに聞いてやがる。いやいやギターとかじゃね用の子はいないっすよ。用の子はそうだから弾く人はいてはんねんけど叩く人はいてないね。でもあれ受け継いで叩くのしたら喜びはると思うけどな。もう楽だったけど、ね、うん、逆に教える人もいなかった。もうおれへんから。あきら師匠はだから自分でこうやりはったからな。あのこっちのしなり方がやっぱちゃうね。この叩いてしなり方があの聞いたら、うん、叩くこうやって曲げるのちゃうねんて、はい、S の字に曲げねんて。ほうほうほう。 S の字に曲げてこれをこう柔らかくしたりちょっと折ったりやってる S の字にしとかない。で師匠は言うてはりました。あのフォーなんて何とも言えん音で、あれはちゃんとこっちでビビワード聞かしてあるからな。こうふーっと震わしてあるから。あの昔ね、あのあるとこお仕事で、あのお前は他に触れる。ああしましたあれやったら、あのなんか変なあの思い詰めた客がおって、僕らからしたら逆やって分かんないけど、お前は他じゃ自分に言われてるような気になって、真剣に怒ってクレームなんかつけられて。そんな人がまだ昔やから、昔はもう誰に言うてんだとか言って。今やったらもうそんなちょっと言われたらもうネットでもう炎上してもたらしゃれならこれわしの芸やねんってなって。もう後半なんかみんな言うて、じゃあお客さん一緒に行きますよって一緒に客もお前は他やから。そんなぐらいやってあっていいもんな。へえ、ね、狙い目としてはおだねえ誰かに言ったら今からでもやりたいっすよね。なんかやりたいあの槙野師匠もだから本ちゃんで弾いてあった舞台用の普通のほんまに、はい、あの大人なしちゃったのギリあるやんか、はい、あれはもうどっかにあの起動してこう飾ってあれ、はい、そこであった、はい、ただ練習用ののこぎりもあんねん。槙野師匠も練習用の、いやそれは師匠の家に置いてあると思う。なんかちょっとだけやっぱ硬いで、こっちもやっぱり音が硬いんだけどなって言うてはったけど。